巨人ファンの人申し訳ないんだけど、これ切れた状態です。もう、もう全然もう記憶がない。本当記憶ない。記憶がないですか。王さんに何を言われたか。その後宿舎帰って何をしたか。全く覚えてない。そこまで。帰ってんのも忘れちゃ覚えてない。全然覚えてない。やっぱり自分の中ではすごく汚点になってるんで、早く消し去らないと次の登板に。やっぱり1週間後にまたあるから、はい、だから本当忘れたい過去なんですよ。あ、まあ、この私の祝辞3連発があったんですが、自分の武器はストレートなのに楽をしたいと思った、はい、シュートが通用すると過信した。なわけねえもんね。キャッチャーのサインを無視してシュートを投げた。人の言うことを聞いてない。もう本当ここはすごく僕にとっては戒めになった、いい教訓だったですね。